皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782、 沖縄ベタニアチャーチ。世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ、今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。詩編46編、指揮者のために、コラの子たちによる。荒もてに合わせて歌。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、川がある、その流れは糸高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいますし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。ヤコブの神は我らの砦である。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、闇を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。アーメン。詩編46編、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、川がある、その流れは糸高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。
ヤコブの神は我らの砦である。来て、主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。アーメン。ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。次は、アロナーの曲で、イエス様がいれば大丈夫です。今日も一日疲れました。何もかもうまくいかなくて、僕はどうすればいいのだろう。イエス様にすべて委ねよう。また奴のせいでひどい目に、僕は何も悪くないのに、僕はどうすればいいのだろう。神の愛で全て許そう。皆さん元気ですか？元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。今日も一日疲れました。何もかもうまくいかなくて、僕はどうすればいいのだろう。イエス様にすべて委ねよう。今日も一日疲れました。何もかもうまくいかなくて、僕はどうすればいいのだろう。イエス様にすべて委ねよう。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。大丈夫、あなたがいる。元気で解決できないことも、笑顔でなんとかならないことも、イエス様がいれば大丈夫です。だから信じよう。あなたがくれたその約束を乗り越えられない、死に与えられない。疲れた時に主に委ねられる。だから今日僕は叫ぶ、心から強く叫ぶ。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。また奴のせいでひどい目に、僕は何も悪くないのに、僕はどうすればいいのだろう。神の愛で全て許そう。また奴のせいでひどい目に、僕は何も悪くないのに、僕はどうすればいいのだろう。神の愛で全て許そう。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。この世のアドバイスは、もしやられたらやり返す。復讐で奴は学習すると、彼らは強く信じてる。だけど聖書は言う、敵を愛せ、全て許せ。右ビンチャー食らえば左も、 T シャツ取られたらパンツも。だから今日僕はささやく、小さくでも必死にささやく。やられても全て許す、これが神様の愛なのさ。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫です。
イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫です。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 イエス様がいれば大丈夫です。ここからは恵みあふれる聖書からのラブレター、グッドニュースをお届けします。今日のグッドニュース。はい、ルカの福音書18章35節から43節。イエスがエリコに近づいたとき、一人の目の見えない人が道端に座り、物乞いをしていた。彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、彼は大声でダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言った。先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼らが近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか？するとその人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。イエスは彼に言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救いました。その人は直ちに見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。イエスがエリコに向かっていく途中の道端に一人の盲人が座っていました。そしてイエスがそこを通るということを聞いて、盲人は声を張り上げて、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びました。このようにこの人が叫んだのは、この人の心の奥にある飢え渇きがあったからです。このことは他の人たちには理解ができなかったかもしれません。この人はこれまで一人で道端に座って、来る日も来る日も物乞いをして、人々の憐れみに頼って暮らしていました。世の中の人たちはいろんな楽しみにふけっていても、この人は自分とは関係のないことのように、ただ道端にじっと座っていました。それまでのこの人の人生は闇の中にありましたが、イエスが通りかかるということを聞いたときに、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びました。するとイエスはその人に、何をしてほしいのですかと尋ねました。するとその人は、主よ、見えるようにしてください。見えるようにしていただきたいのですと答えました。聖書の御言葉、詩編112章4節には、すぐな人たちのために光は闇の中に輝き昇る。主は情け深く、憐れみ深く、正しくがられると書かれています。この盲人のように、キリストこそ人生の闇に光をもたらす方なのだということを
信じる信仰を持つことが私たちにも求められています。私たちも人生の中で光を与えられるようにと、主を見えるようにしていただきたいのですという祈りが必要です。イエスは見えるようになれと語っています。すると盲人はたちまち見えるようになりました。聖書の御言葉にこのような箇所があります。詩篇119章130節、御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えます。目が見えないということは、ただ肉体の目が不自由だということだけを言っているのではありません。私たちはそれぞれの人生の中で自分の歩むべき道を見失っているときは、目の見えない状態になっているのかもしれません。イエスとの出会いはこの盲人に光をもたらしました。御言葉はイエスとの出会いを通して、この人が神の御前で生き方が変えられたことを物語っています。私は今宿泊施設で仕事をしています。この施設は教会が運営をしている自立に向けての施設で、この施設の中にある会堂では毎週日曜日には礼拝が行われています。ある日、ここで生活をしている50代半ばの人が私のところに来て、私は罪を犯して拘置所に収監されることになりましたと報告に来ました。その人は拘置所に収監されることが決まった時に、大変なことをしてしまったという思いで夜も眠れない毎日が続き、この時になって初めて自分の今までの生き方が間違っていたことに気がつきました。そして拘置所を出て、もしここに帰ってくることができれば、教会の礼拝に出て自分を変えたいと、そのように語っていました。今回この人が体験したことは、この人にとって大きな試練でしたが、しかしこの試練を通して、体験を通して、見えないものが見えてきました。聖書の御言葉、ローマ12章2節はこのように書かれています。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。毎日の生活を送る中で、喜びや生きがいを失っているとき、自分の将来の行く先がわからなくなっているとき、何を支えに生きていけばいいのか、心に不安を感じているとき、そのようなときは闇の中にいるのかもしれません。いろんなものに囲まれて幸せそうに見えていても、その人の心の中は闇の中にあるのかもしれません。しかし闇の中で悩み苦しんでいるときに、神自身が光として闇の中にいる人たちに近づかれて、私に何をしてほしいのですかと尋ねてくださいます。これがイエスがもたらした良い知らせです。イザヤ61章1節の御言葉を見てみましょう。神である主の霊が私たちの上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げとあります。良い知らせを伝え、その良い知らせを聞いた人たちは、心癒され、解放され、そして神を賛美しました。イエス・キリストに出会うまでは、人は皆闇の中にいて、はっきりと物を見ることができませんでしたが、イエス・キリストを信じ受け入れることによって、本当のことが見えてきます。イエス様は言われました。見えるようになれ、あなたの信仰もがあなたを救いました。アーメン。アラチミカワミュージックで、ラ
love Jesus. ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛み、肉体の病、また霊的な相談を受け付けております。問題でお悩みの方は毎週金曜日夜7時半から癒しの聖会を行っておりますので、那覇市あけぼの3-6-24沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後7時半から行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは那覇市あけぼの 3-6-24、電話番号 098-988-4782、 ファクシミリ 098-988-4787、 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっていますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日、同じ時間にお会いしましょう。